お宮も土足にされる時が来る。おかげ落とさんようにしつけよ。勲章も何もならん時が来る。まこと一つに頼れ人々。24日三の一に神。外国のことはなくなるぞ。江戸の仕組み。旧5月5日までに終わりてくれよ。あとはいよいよとなるぞ。神が申したときにすぐ何事もいたしてくれよ。時すぎると成就せんごとあるのさぞ。桜花一時に散ることあるぞ。いよいよ松の世となるのぞ。万語変わらぬ松の世となるのさぞ。松の国、松の台、結構であるぞ。この新字声出して読み上げてくれよ。愚道申してあろが、礼高く読みてさえおれば、結構が来るのさぞ。人間死んだしてはならんぞ。5月1日3の筆九の神。ギガ元里申してあろがな、神国負けるという心、言葉は悪魔座ぞ。気大きく持ちてくだされよ。島国日本に囚われて触れるなよ。小さいこと思うていると見当取れんことになるぞ。一食べよ、二食べよ。食べるには噛むことぞ。噛むとは神座ぞ。神に備えてから噛むの座ぞ。噛めば噛むほど神となるぞ。神国ぞ、神ながらの国ぞ。神ながら仕事してもよいぞ。青山も泣きかるときあると申してあろが、日に千人食い殺されたら、しいほの産屋建てよ。カムイザナギの神の面白えぞ。神嫌う御霊は神民も嫌うぞ。5月2日3の筆九の神。皆病気になりていることわからぬか。ひふみのりとで直してやれよ。信じ読みて
直してやれよ。自分でもわからぬ病になっているぞ。早う直さぬとどうにもならんことになってくるぞ。ここの仮であるぞ。真ん中に武士の山作り、その周りに七つの山作りてくれよ。信じかかすところ作りくれよ。自分でもわからぬ病になっているぞ。早う治さぬとどうにもならんことになってくるぞ。ここの宮仮であるぞ。真ん中に富士の山作り、その周りに七つの山作りてくれよ。拝殿作りくれよ。信じかかすところ作りくれよ。天命休むところ作りくれよ。いずれも仮でよいぞ。はようなされよ。松の心にさえなりておれば何事もすくすくいくぞ。5月4日三の筆九の神。新座は6月の10日であるぞ。信じ、かかして丸一年ぞ。信じで知らしてあろうが、それからが、いよいよの少年まざぞ。びっくり箱あくぞ。5月4日、三の筆九の神。